フランデレールね。あ、これやった方がいい。そう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 。これは逆逆こうか。そう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 。多分目標はヒンジでしょ。ヒンジがあれば左の足は当たっている。太もも。でもヒンジはなし、当たってない。これヒンジなし、これヒンジ、あ、当たっている。おー、そう、わかりやすい。そう、このスイングをするときに手首この曲げる、はいはいはい、いつ曲げたらいいんですか。多分7時半8時ぐらい、時計でしょ。もう一回時計で、時計、はい、時計だと思って、はい、多分6時今でしょ。はい、そしてこの辺ぐらい、ここ、こくに始め、え、もう、え、そう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 、ここ、そう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 、そのぐらい、ここからですか。はい、そう、そ、早くないですか。早くない、早くない、早くない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、早くない、早きすぎない、大丈夫、大丈夫、こんぐらい、そう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 、今ヒンジない、もう、うん、テイクバック、うん、私多分こんぐらい、インサイドすぎるでしょ、うん、でもヒンジある、ヘッドもちょっとアウトサイドでしょ、外ね、うん、そのイメージは左の手首のちょっと押す、左手、そう、イメージ、ね、あ、こうか、そう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 、あ、こう、こう押すね、イメージね、あ、なるほど、あー、こういう感じね、そうそうそう、お、綺麗綺麗、おー、こういう感じね、そう、でしょ、ヒンジはあまり少ない、ハンズファーストはできない、うん、難しい、めっちゃ難しい、うんうんうん、でもヒンジがあれば、お、ハンズファーストやりやすい、うん、でもヒンジはなし、同じ時ね、インパクト、うんうん、ハンズファーストじゃない、うん、皆さん多分ね、これができない、普通にこうやってやっちゃう、あ、そう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 、よく見る、から左手を押すイメージ、うんうんうん、こうだ、そう、大げさにこうやってる感じですね、そう、角度ある、この大事ポイント、ここの角度も、はい、ヒンジはなしでしょ、これが、ね、なしがこれ、はい、これがコックがないとき、これ、はい、あるときこれ、ダウンスイングするときはハンズファーストめっちゃできない、おお、これ、うん、そうそうそう、こうじゃなくて、そう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 、これ、OK、ダウンスイング、キープ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 、そう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 、あ、これでコックが入ってる、はい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 、インパクトのときリリースもできる、OK、まあリリースでこれでね。じゃあもう本当に早めからコック、僕の意見は早い、 OK、 大丈夫、遅いよりかは絶対早い方がいいです。遅いの人は めっちゃインサイドよく見る、うん、遅いはインサイドでしょ。でもコックはあのクラブヘッドはちょっとアウトサイドね、こうアウトサイドになるからね、そう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 、私超インサイドだからこうなるもんね、ヒンジなし、ヘッドめっちゃインサイド、うん、でもヒンジある、あ、アウトサイドでしょ、うん、OK、 いいポジション、あとね、そのヒンジをキッ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 、うん、おー、イージー、どうにイージーじゃない、ヒンジできてない人のダメショットちょっと一発、あー、そうそう、オッケー、ふう、わー、そう、フェイスめっちゃオープン、あー、オープンになっちゃうんだ、はい、わー、すごい右だ、そう、トップね、その角度違う、うん、これ欲しい、うん、でもヒンジはない、うん、その角度違うね、逆、うんうんうん、これ欲しい、うん、そう、おー、ヒンジちょっと早い、ちょっとそれ意識して、ちょっと待って、ちょっと大げさにやってみよう、ちょっとダニエルさんので、そう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 、うー、良さそう、おお、なんかできた気がした、出たー、ちょっとアップね、やっぱ難しい、ちょっと足もちょっと開いて、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、はい、こんなに、はい、OK、 これ7番でしょ、7番、はい、OK、OK、 どうでしょう、うん、前より OK、フランデレールね、あ、これやった方がいい、そう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 、これは逆逆こうか、そう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 、多分目標はヒンジでしょ、ヒンジがあれば左の足は当たっている、太もも、でもヒンジはなし、当たってない、これヒンジなし、これヒンジ、あ、当たっている、おー、
そう。分かりやすい。そう。私多分できないこれ。ゆっくりゆっくりね。あ、もう無理だ。そう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 。もう無理だ。そうそうもう無理だ。もうここで言いましたもん今。オッケー。押すね。左の肘。あ、もう全然ダメじゃん。オッケー。めっちゃ縦に入ってる。へえ。そう。そう。返事なしでしょ。アウト。あ、もうこれ私これずっとこれ。うん、オッケー。あ。あ、なるほど。そう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 、オッケー、これはオッケー。これ。はい。こうですね。そう。でも私のスイングはこれ。そう、way out。めっちゃアウト。めっちゃ。え、でもこれすっごい練習になります。分かりやすい。うん、多分クラブなしもこれ練習ね。あ、クラブなしでできる、はい。大丈夫。それすごい練習になりますね。私のダメなやつがこれ。全然入ってない。けど。そう。こう。まあ、どっちかっていうとアウこっちのアウトに入ってれば太ももに当たる、うん、こっちよりもそうそうインサイドこっちアウトの方が、うん、って感じですね。ちょっとやってみます。おうん、うん、まあ、okay. うん、いい感じでした。なんか当たりも全然違う、うん、ちょっと開いてるけど練習頑張れば、うん、いけると思うんで、うん、家でも練習できるでしょ、はい、あ、そうだね、そう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 、家でもできますもんね、はい、なので頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれてスコア100切りのための要素がたくさん詰まってますのでぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。